ヤズデギルド2世はサーサーアン・アサの君主。ヤズデギルド2世はバハラーム5世の後を継ぎ438年から457年にかけてペルシアを統治した。彼の知性の特徴は西の東ローマ帝国と東のエフタルに対する戦争と国内におけるヒゾロアスター教徒、すなわちキリスト教徒に ゾロアスター教の信仰を課すことによって、官僚制度の下で王朝の中央集権化の強化を試みたことである。ヤズデギルド2世の死は、彼の二人の息子のホルミズド3世と、ベイローズ1世の多い継承争いに発展し、後者が勝利を収めることになった。また、ヤズデギルド2世は、サーサーアン・アサの君主として初めて、会の称号を用いた。これは明らかに、 ヤズデギルド二世とサーサーアンアサをアベスターで称えられている神話上の王朝であるカヤーン朝と結びつけていることを示している。ヤズデギルドの名は古代ペルシア語のヤーザドヤザタマイナストカートの組み合わせであり、ペルシア語のバグカートとギリシア語のシアクティストスと同様の神が創造したを意味している。ヤズデギルドの表記は他の言語では次のように知られている。 パフラビー語ヤーツダカート、シンペルシャ語ヤーズジャード、シリア語ヤーズデジャード、イスデジャード及びヤーズデーガー、アルメニア語ヤーズドカート、タルムードイズデーガー及びヤズジャー、アラビア語ヤーズデヤード、ギリシア語アスチジャーダズ。サーサーン・アサト・ローマ帝国の国境地帯438年に、バハラーム5世が死去し、このヤズデキルド2世に王位が引き継がれた。 西の隣国である東ローマ帝国は387年のサーサーアン・アサとの和平条約締結以来、両帝国が遊牧民の攻撃に対するコーカサスの防衛に協力する義務があることで合意していた。東ローマ帝国はサーサーアン・アサに対し不定期におよそ500ポンドの金を支払うことでコーカサスの防衛の援助をしていた。 東ローマ帝国はこの支払いを政治的な助成金とみなしていたが、サーサーアン・アサはこれを功能とみなし、東ローマ帝国がサーサーン朝の代理人的な存在であることを示すものであった。やがて東ローマ皇帝テオドシウス2世は支払いを続けることを渋るようになったため、440年にヤズデキルド2世は東ローマ帝国に対して先端を開いた。 しかし双方ともほとんど成果を上げることはなかった。東ローマ帝国はバンダール族によって南方の前線で強い圧力を受け、439年にはカルタゴを征服されていた。このため、テオドシウス2世は和平を求め、軍司令官のアナトリウスをヤズデキルド2世の宿営地に派遣した。その後の交渉において両帝国がメソポタミアに、 新たな要塞を建設しないこと、引き続きサーサーン長がコーカソスを侵略から守るための支払いを得ることで合意した。東ローマ帝国との和平条約締結後に、ヤズデキルド2世はアルメニアに向かい、アルメニア人を破り、貴族、聖職者を捕らえ、軍隊を捕虜にした。そして、エフタルの攻撃から国境を守るために、捕らえた者たちをサーサーン朝の東部の州へ送った。 440年代、ヤズデギルド2世は、北方からの侵略に備えるため、デルベントに、ドロレンガ作りの防御施設を建設した。453年、ヤズデギルド2世は、エフタルの脅威に対処するために宮廷を、ホラーサーンのニーシャープールに移し、大臣のミフルナルセを、サーサーンアサの責任者としてキュートに残した。ヤズデギルド2世は、 エフタルとの戦争に何年も費やした。サレストニアイーエロンザールによれば、ヤズデギルド2世は、ダームガーンの市害を要塞化し、エフタルに対する強力な国境の基地に変えた。ヤズデギルド2世が、ヒルカニアの北部に存在した、エーラーン・クアラー・ヤズデギルド州を設置したのは、この時期である。ヤズデギルド2世が、エフタルの侵略から、帝国東方の一部の安全をどうに価格保した後、 ヤズデギルド2世は増加する。紛俗の脅威から東ローマ帝国と共にコーカサスを防御するためアルメニアとアルバニアに焦点を移した。サーサーアンアサーアルメニアの地図ヤズデギルド2世の政策は議論の的となってきた。アラビア語とペルシア語の文献は貴族に対する彼の個人的な尊重と反感を強調しているがアルメニア語と シリア語の文献は彼を宗教的な共振者と表現している。校舎の側面は現代の歴史家の間でしばしば強調されている。帝国の不安定さは貴族との関係が不安定であり、東方のエフタルによる大きな試練に直面していたヤズデギルド2世のもとで増加し続けていた。ヤズデギルド2世の知性の初めに彼はほぼ、 イベリア人とアルメニア人からなる騎兵隊が原因で、エフタルの手によっていくつかの敗北を起死し、彼はキリスト教徒に敗北の責任を負わせた。キリスト教徒への迫害は446年にメソポタミアのカルフのキリスト教徒の貴族から始まった。彼は後にイベリアとアルメニアのキリスト教徒の貴族に焦点を移した。 ヤズデギルド二世のヒゾロアスター教徒への迫害は、概して限定されたものであったらしく、貴族が主要な標的となっていた。しかし実際には、ゾロアスター教徒の貴族もヤズデギルド二世の標的に、されていた。ヤズデギルド二世には、家族よりも自分に対して、忠実な宦官を生み出すために、家族から引き離され、虚勢された男子を、軍隊や宮廷へ送り込める利点があった。 もともとヤズデキルド二世は有力者たちを怪獣するという父の政策を受け継いでいた。しかししばらくした後、彼は有力者たちに背を向け自身の政策を実行をし始めた。有力者たちが自身の新しい政策が人々の怒りを買っていると彼に告げたとき、彼はこう言って同意しなかった。私の父が見せた君たちに対する行儀の良い振る舞い、父に近づき用語を得る。 そういったすべての気前の良さを君たちに与えることが父に続くすべての王にとって義務であると考えるのは君たちにとって正しくない。それぞれの時代には独自の観光がある。しかしながら、ヤズゲキルド2世はサーサーアン朝の数人の君主の殺害で最高潮に達していた王と貴族及び新観覧の長年の対立を依然として十分に意識していた。 アバライルの戦いを描いた15世紀のアルメニアの細密がヤズデギルド2世の治世中における主要な目標は貴族の協力を必要とする官僚機構の中央集権化を強化することによって国に危険を引き起こす内外の諸問題と戦うことであったこの方針を推し進めることへの正当性は後にヤズデギルド2世がアルメニアのヒゾロアスター京都への迫害を終わらせ 国内における信仰の自由を認め451年にアルメニアの新しい大使としてアードル・ホルミズドを任命した頃には見せかけのものとなっていた。これは宗教的な共振者によってなされたとは考えられない類の決定だったであろう。現代の歴史家であるスコット・マクドノーによれば実際にはゾロアスター教の信仰はヤズ・ゲキルド2世にとっておそらく 個人を対象とした忠誠心のテストであった。しかしながら、キリスト教徒の貴族を官僚機構に統合するという、ヤズデキルド2世の政策は、さらなる解決の困難な結果をもたらした。アーデル・ホルミズドの任命前にアルメニアは大規模な反乱に陥っていた。反乱の原因は、ミフルナルセがアルメニアで、ゾロアスター教の一派であるズルワーン教の信仰を、課そうとしたことであった。 ミフル・ナルセの意向は、ヤズ・デキルド2世の意向とは異なっていた。この結果、アルメニアの貴族の多くが、アルメニアの最高司令官であるバルダン・マミコニアンの下に結集した。アルメニアの反乱勢力は、東ローマ帝国に援助を求めようとしたが、彼らの助力を得ることはできなかった。一方では、マルズ・バーンのバザクシウニが率いる。 アルメニア人の別の一派がサーサーアン・アサと同盟を結んでいた。451年6月2日、サーサーアン朝軍と反乱軍はアバライルで激突し、サーサーアン朝軍が勝利を収めた。バルダンマ・マミコニアンを含む9人の将軍が殺され、多くのアルメニアの貴族と兵士が同じ運命をたどった。しかしながら、 サウサン朝軍もまたアルメニアの反乱軍による断固とした抵抗によって甚大な損失を被っていた。その後、ヤズデギルド2世は国内での迫害を終わらせたが、510年にバルダン・マミコニアンの親族であるバード・マミコニアンがヤズデギルド2世の孫であるカワード1世によってマルズバーンに任命されるまで緊張状態は続いた。ユダヤ人もヤズデギルド2世の下で 迫害の対象となっていた。ヤズデギルド2世は暗息日に公然と従うことを禁止する布告を発したと言われ何人かのユダヤ人指導者の処刑を命じた。エスファハーンのユダヤ人コミュニティはゾロアスター教の二人の神官を生きたまま激しく鞭打つことで公然と報復し、その結果ユダヤ人に対するさらなる迫害につながった。ヤズデギルド2世は質問し、 調べ、理解する。最善を選び、維持しようというザウの命を持った、抜け目がなく博学な君主であった。一般に、ペルシアの文献では称賛されており、情熱的で慈悲深い統治者として説明されている。彼は狩り、大宴会、長時間にわたる大勢の越見といった彼の父親の、奔放な振る舞いを止めたことで称えられている。中世の歴史家のイブンアルバルキとハムザールイスファハに。 によると、彼は、紳士、ヤズデキルドとして知られていた。しかしながら、ヤズデキルド2世への好意的な説明は、帝国内で、ヒゾロアスター教徒を迫害し、ペルシアの貴族階級、とりわけ帝国内の人々の宗教的、文化的生活に対して、自らの権威を押し付けるために帝国を利用しようと、勤めたゾロアスター教の新官団を懐柔した彼の政策によるものである。 これは、彼の祖父で同じ名を持つ、ヤズデギルド一世の政策とは、対照的である。ヤズデギルド一世は、ヒゾロアスター教徒に対して寛容な政策をとり、貴族と新官覧の要求に従うことを拒否したため、ペルシアの文献において、反感を受けやすい対象になっている。王座に座る、ヤズデギルド二世を描いたシャーナーメの16世紀の、サシエ・ヤズデギルド二世の知性は、 サーサーアン・アサの効果について、新しい名分の様式が始まる時代にあたっている。メス・ディース・ンブジー・ケイーディの名分は、伝説上のアベスターの王朝である、カヤーン・アサへのヤズ・デ・キルド2世の思考を表している。これはもともとは西へ思考していた、サーサーン朝の政治視点が、この時代では東へ向かうようになっていたためである。ヤズ・デ・キルド一世とバハラーム五世の時代にすでに始まっていた、 この傾向は、ヤズデキルドニセイの下でその頂点に達した。これは、ペルシア東部の前線で、敵対的な部族が出現したために引き起こされた、可能性がある。エフタルに対する戦争は、ペルシアのカヤーン人の支配者と、アベスターで明示されている、トゥーラーンの敵対者との間に存在する、神話上の構想を想起させたかもしれない。このため、東方のトゥーラーン人に対する戦争で、 ペルシアの神話上の王たちが使用していた会の称号が採用されたことは、ペルシアと東方の敵対者との衝突の結果であった可能性がある。メルブで鋳造されたヤズデキルド2世の効果同様に、伝説的なペルシアの英雄王であるフェリドゥンの物語を含む、ペルシアの伝説や助辞詞の文献が、サーサン朝の人々によって収集されたのも、この時期であった可能性が、最も高い。 フェリドゥーンは、自らの王国を三人の息子たちの間で、分割した。長男のサルムは、西の王国であるローマを、次男のトゥールは、東の王国であるトゥーラーンを、そして、バッシュのイーラジュは、王国の中心部であるペルシアを受け取った。それゆえに、カヤアン人に関する文献の影響を受け、ヤズゲキルド二世は、フェリドゥーンとイラージの継承者であると考え、 さらにペルシアの所有物として、西のローマの領土だけではなく、東のエフタルの領土も自らのものであると考えたのかもしれない。このように、サーサーアン・朝の人々は、カヤン人の会の称号を見ることによって、これらの土地に対する権利を主張しようとした可能性がある。また、新しい図案がサーサーアン朝の効果の裏面に描かれるようになる。裏面には、 伝統的な日の祭壇の両側に二人の月人が配置されているが、ヤズデキルド二世の効果は、月人の姿がより敬うような態度で描かれている。これはおそらく、ヤズデキルド二世のゾロアスター教への忠誠をよく表している。アソーリスターン州とフーゼスターン州は、西方で、ヤズデキルド二世に最も多くの鋳蔵地を供給し、東方では、クルガン州とマルブ州が、 最も多く供給した。これらは、間違いなくサーサーン朝の東西二つの前線での戦争の支えとなった。457年に、ヤズデキルド二世は死去し、長男のホルミズド三世がシャフレレーで王位についた。弟のペイローズは、ミフラーン家の有力者であったラハム・ミフラーンの支援を受けて、帝国の北東方面へ逃亡し、自身の王位を主張するために軍隊を集め始めた。 こうしてサーサーアン朝は分裂し、大けないで争う状況に陥った。二人の兄弟の母であるデナグが首都のクテシフォンから帝国の摂政として一時的に統治を行った。ありがとうございます。